さい、ちぶさがこぼれ出そうです。から名前聞いたのに無視なの、ひどいと思わない？私柱なのに。死ね。人間関係って難しいな。どうしたの、ねずこちゃん。ほら、ニンと少しでも話せるといいんですが。後で握り飯でも持っていこう。そうね、そうしましょう。甘露寺さんはなぜ鬼殺隊に入ったんですか？じゃあ、あのね、ソイトゲル殿方を見つけるためなの。やっぱり自分よりも強い人がいいでしょ。女の子なら守ってほしいもの、わかる？この気持ち。甘露寺様、調整のため工房の方へ来ていただきたく。あら、もう行かなきゃいけないみたい。気になさらず、お見送りします。いいのよ、多分深夜経つことになるから。戦って生き残った、これはすごい経験よ。実際に体感して得たものは、これは前よりももっとずっと強くなってる。もっと頑張ります、鬼舞辻無惨に勝つために。キャッ。